毎日ポジブ。はい、ポジブ歴16年スーパーポジティブティーチャー福地でございます。このチャンネルはですね、私が毎日ポジティブなことを発信するというそういうチャンネルでございます。本日ですね、ちょっと遅くなってしまう、すみません。今日はですね、もうウーバードライバーを10時間近くやりまして、もちろんあのうちのお店の営業もですね、5時間の営業もやった上で、朝昼そして営業終わった後夜という形で10時間ですね、今日ウーバードライバーやったんですけども、なんでねそんなに今日ウーバードライバーやってしまったかっていうと、今日自転車のメンテナンスを久しぶりにしまして、で空気あのタイヤの空気をしっかりと入れて、でブレーキの気がちょっと悪かったんですよ。それをブレーキのね、ところをしっかりと直してもらって、あとチェーンのたるみをですね、直してもらって油をさせてっていう、そうすることによってものすごくですね、今日は安心してドライブできたので、なんかだんだんね気持ちがこうテンション上がってきて、よしやっちゃおうって言って、結果ね10時間30件ぐらいですね、今日は配達をしたんですけども、何が言いたいかというとですね、安心って超大切だよねっていう話を今日はしたいと思います。やっぱりね、安心だと自分の力をね、持ってる力をしっかりとね出せるし、逆に不安になってしまうと本来ある力っていうのはなかなか出せなくなってしまうと思うんですね。お店もそうじゃないですか。仕込みができてなかったらですね、もうお客さん来てもうひっちゃかめっちゃかでね、全然もう心がね不安な状態で料理作るのって、美味しい料理もね、普段作れる料理も作れなくなってしまったりとかもそうですし、今日ね来てくださったスーさんとマイコさんといううちの店の超常連様なんですけども、お二人がですね、昨日そして今日一泊二日で旅行に行かれてたんですよ。旅行に行かれてて、で今日土曜日はちょっと、多分時間的に厳しいから来れないかなっていう話をしてたんですけども、最後7時にね来てくれて、で旅行無事に帰ってきてくれたっていうことも僕はすごく安心するし、この店にね来てくれるゆうりさんっていうね、俳優を目指してる方もいるんですけども、その人がね毎日今 LINE ライブっていうのをやってるんですね。でその LINE ライブを見るたびに、ああすげえ頑張ってやってるなー、安心するなって安心するし、やっぱりこう心がね安心した状態で物事をやると、すごく物事っていうのはうまくいくっていうことってきっとね皆さんもあると思うんですね。今コロナっていうものでちょっとねみんな不安だと思うんですよ。で僕もね不安なんですけど、不安だからこそ危機的状況をマックスに考えて、コロナはね今年中にはもう収まらないっていうぐらいの気持ちでいることで、逆にワクチンがものすごく接種が早く終われば、普通にもう今まで通りの生活になったら、それはそれで全然ラッキーだし、そうならなかったとしてもそういうふうに想定することで、もう最悪のケースを想定することで逆に、今の状況をこういう状況だよねっていう、そこまでね不安にならなくて済むっていうのもそうだし、やっぱ安心をするということが自分のパフォーマンス、そして自分の行動にとってすごく僕は大切だと思うので、自転車だったらねメンテナンスするのもそうだし、自転車じゃなくてもね、自分の体もそうじゃないですか。自分の体がちょっと悪いなと思ったら病院に行ったりとかして、全然問題ないです言われたら安心する、そうやって自分いろんなものに対して安心できるように、物事というのをどんどん進めていくとすごくですね、今日の僕のウーバードライバー10時間やっちゃったっていうのは、やりすぎですけども、安心をね、どんどん作れるように行動をしていくっていうのは僕はすごく大切だし、周りの人と安心させる、だから安心させるのは僕がねすごく健康体でいなくちゃいけないし、僕がすごく楽しんでるからこそみんな安心してくれると思うんで、そうやって自分からも安心をみんなに渡しながらも、みんなからも安心をもらうと、そうやってみんながね、共有できたらきっともっともっとね今以上に幸せになれるんじゃないかなと思ったんで、今日はですねキーワード安心で、お話をさせていただきました。ということで以上、毎日ポジブ、ご視聴ありがとうございました。今日も毎日ポジブできて安心だ。